の自由な階段です。山頂奥の院駅と山麓久遠地駅とをロープで結び、その長さは1665メートル。高低差は関東一を誇ります763メートルでございます。ただいま登っております見延山は標高1153メートルございまして、ご両親様をお慕いなされた叔父にちなんで建てられ、親を思うお堂、四神閣と名付けられたのでございます。昔から孔は百孔のもとと申されておりますが、日蓮大聖人はこれこそ法華経の精神であり、人間として最も尊いものであるということをお教えになられたのでございます。また山頂には日蓮大聖人がご両親様、お師匠様、追善のためと国の平和を祈り、我日本の柱とならんと自らお手植えになられた杉が今なお茂り、お客様のご来参をお待ち申し上げております。それではこれより山頂奥の院駅に着くまでの間、この辺りのお山に住む小鳥の声をお聞きいただきながら登ってまいります。前方よりもう一台のゴンドラが近づいてまいりました。すれ違うところが両駅の中間でございます。進行方向左側にて交差いたします。遅かった。この見延山は禁猟区となっておりますので、野生の鹿、イノシシ、サル、天然記念物のニホンカモシカなどを眼下に見下ろすこともできます。反対側の進行方向右側に見えております高い山並みは天守山地と申しまして、けなし山、五層山、長者ヶ岳、天使ヶ岳などのお山が連なっております。また一番手前の谷の向こう側、杉の木の並んでいる山の尾根伝いに奥の院までの歩く道、参道がございます。その参道後方、山の中腹より少しずつ見えてまいります赤いお屋根の建物が参道の中間地点で三光堂と呼ばれ、日蓮大聖人お手彫りの大黒様が祀られております。山頂に到着しますと売店美濃部屋とお二階には展望食堂がございます。売店では山頂名物串切り団子やソフトアイス、コーヒーなどもございます。また本日は山梨ヌーボーの解禁ともなりまして、
甲州ニコリワインの試飲販売会も行っております。試飲ができるのは山頂のみとなっております。ぜひお立ち寄りくださいませ。そして抽選で山梨ワインセットが当たります応募券もお配りいたしておりますので、ぜひ売店をご利用くださいませ。また鬼会展望食堂は間もなくラストオーダーとなります。ご利用のお客様はお先に鬼会へとお願いいたします。まもなくゴンドラは奥の院駅到着でございます。お客様にお願い申し上げます。奥の院市神閣の境内では飲食禁止禁煙となっております。おタバコは所定の喫煙場所にてお願いいたします。また不要なゴミやお団子の串などもゴミ箱へとお願いいたします。お手持ちの乗車券往復券お持ちのお客様はお帰りの際にも必要となりますので、なくさないようお持ちくださいませ。どうもお疲れ様でございました。奥の院駅到着でございます。総門をくぐり門前町を歩かれますと、日本三大門の一つ三門がございます。さらに三門をくぐりまして287段の階段を登ってまいりますと、総本山弥勒山久遠寺の境内へとつながります。この階段は南明法蓮華経とお題目の七段階に分かれておりまして、悟りが開けるというところから菩提寺と名付けられております。平成21年5月弥勒山久遠寺の境内には約130年ぶりに五重の塔が復元の塔といたしまして再建されました。高さは38メートルと全国で4番目でございます。五重の塔が建てられたことにより道平下の駐車場から久遠寺境内まで車高エレベーターが運行されるようになりまして、とても便利になりました。久遠寺境内より下りエレベーター手前には塔六平の直営売店がございますので、合わせてご利用くださいませ。進行方向右斜め下には日蓮宗総本山弥勒山久遠寺の数々の大伽藍、12の坊、20の宿坊、門前の町並みと50の塔が見えてまいりました。この地は遠く750年の昔、日蓮大聖人が御年53歳から9か年法華経の行者として崇高なご生活を送られたところでございます。やがて病が重くなられ、ご静養のため日立の国へ赴かれる途中、現在の東京池上において波乱大きい故障害を閉じられたのでございます。その御臨終に際し日蓮が、弟子旦ならはこの山を元として参るべし、日蓮はたとえ伊豆国で死に候とも墓をば弥勒の山に建てさせたまえ、未来最後でも心は弥勒山に住むべく候とご遺言なされたことが、この地を日蓮宗総本山の霊地として後世まで残すこととなったゆえでございます。進行方向右側の大きなお山は高取山でございます。その麓には日蓮大聖人の御霊を祀る御廟所並びに在りし日のご生活ぶりが忍ばれるご草庵跡がございます。そのお山の右手後方一番奥、少し日が経っておりますお山七面山でございます。
まもなくグオッチ駅到着でございます。